台湾の防空識別圏に最多20機の中国軍機侵入しました。日米対への牽制とみられる。今回最多侵入した中国軍機の様子を詳しく見ていきますね。中国は極東に消耗戦を挑んできているが、インドとの国境など広範囲に軍事展開しているが、その行方は南シナ海なども対応できるのか。ここ最近、中国空軍機による台湾の防空識別圏への侵入が頻繁となっている。2021年4月5日夜に戦闘機8機と対戦哨戒機1機、早期警戒管制機1機の形10機で、台湾国防部によると戦闘機は殲16、4機、殲10、4機の計8機、Y-8 戦哨戒機1機、空警500早期警戒管制機1機の合計10機とのことである。これらは台湾海峡の中間線の南側から台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入し、さらに Y-8 哨戒機は台湾南東部に回り込んだといい、台湾軍は地対空ミサイルのレーダーに要追跡、監視を実行したが、これで台湾に対する中国空軍による威嚇飛行はこれで3日連続である。また現在、中国海軍の空母遼寧を中心とする6隻の艦隊が台湾周辺に展開して訓練を実施していて、このところの連続した空軍の動きはこれに呼応するものと考えられる。また4月の一連の動きに先駆けて、3月26日には過去最多の20機、殲16、10機、殲10、2機、H6 キロ爆撃機4機が、やはり台湾南西部の防空識別圏に侵入していて、台湾空軍機がスクランブルをかけている。そして台湾国防部の張副部長が3月29日に、昨年来中国軍機が台湾の防空識別圏への侵入を繰り返すことについて、台湾空軍機のスクランブル発進を注視すると台湾国会で発表した。台湾空軍は近年頻繁に繰り返される中国空軍の防空識別圏侵入に対して、その都度戦闘機をスクランブル発進させていたが、その費用が問題となっていたのだ。2020年だけで、スクランブル発進は台湾空軍保有の F-16V で1時間あたり58万円かかるとされていて、2972回実施して約920億円の費用を使っただけでなく、連日スクランブル待機と発進の任に就く台湾空軍パイロットの疲弊が激しいとしている。台湾では防空識別圏に侵入した中国軍機に関しては、速度の遅い爆撃機などの大型機にはスクランブルで対応するが、それ以外のものについてだけ無人機などで対応することして、ミサイルのレーダーによる追尾、監視に止めるとしている。台湾の防空識別圏への侵入を繰り返して、相手の疲弊を呼び込むやり口は、尖閣諸島における中国海峡局艦船の接続水域や領海への侵入を繰り返すことに似ていて、必要に繰り返すことで油断させる狙いもあるのだろう。その意味では台湾空軍機が低速機限定とはいえスクランブル発進を取りやめたことは、
中国の狙い通りと言えよう。2020年の1年間だけで3000回近い防空識別圏への侵入は、それまでほとんど侵入することがなかったことを考えれば尋常ではない。その事実を踏まえて、3月9日に米国のインド太平洋軍のデイビッドソン司令官は、6年以内に中国が台湾に軍事侵攻を行う可能性が高いと米上院軍事委員会公聴会で証言している。また、中国人民解放軍では、数年以上前から台湾への武力攻撃に関する議論が行われているという。米国のシンクタンクにおいても、中国軍による台湾本土への軍事侵攻を行う確率は高くはないが、中国本土に近い台湾の飛び地領土である金門島への武力行使で台湾を威嚇することはあり得るとした上で、その結果次第ではさらにエスカレートして台湾本土進むを行うまでに事態をエスカレートさせてしまう可能性は残っているとしている。中国は現在のところは台湾への挑発を繰り返しながら米国の出方を探っていると思われるのだが、その結果として限定的な武力行使であれば可能と判断したならば、中国軍が行動を起こす可能性は非常に高いとされている。先のデイビッドソン司令官が中国の台湾侵攻が6年以内としたのには理由がある。中国の習近平国家主席の中国共産党総書記の任期は22年秋までであり、参戦を目指しているとされている。司令官の6年という根拠は、それまでの1年とその後の任期5年を合わせた数字だとして、3期目入った習近平目の上のたんこぶである台湾侵攻を狙って実質的に中国本土に組み込むことと見る向きは多い。3月29日に台湾の防空識別圏に侵入した中国軍戦闘機のパイロットとスクランブル発進した台湾軍機パイロットとの間で交わした交信記録が残っている。侵入した中国軍機に対して台湾空軍のパイロットがスクランブル時に発信するごく普通の警告を無線で発信した。その内容を紹介すると、まずスクランブルをかけた台湾空軍機のパイロットが、こちらは中華民国空軍、同時は現在台湾南西部の空域に入り高度 6000M で飛行しているが、我々の空域に入っていて航空の安全を脅かしているので直ちに離脱せよと告げた。するとその数秒後に中国軍機から中国語で返答があり、ここは全て我々のものであると告げたというのであるが、このことが事実であれば、中国が台湾は中国であり、何者の干渉も許さないと宣言しているとしか思えないのである。また、この3月29日の侵入は、これまでのパターンと違い、台湾の南東方面にまで進出していて、このことで、中国が台湾侵攻を本気で考え出したのではないかとの憶測が広がっている。そこに来ての、この4月の空母打撃群の台湾近海への訓練出動は、いよいよ、
中国が台湾侵攻へ動き出したと考えるべきとする声が上がっているのである。もし中国が台湾侵攻に踏み切ったとして、空母遼寧と最新鋭空母の3度の2隻が台湾南東沖に存在することで、米海軍空母が台湾に近づくことを牽制することができる。米海軍はその際には2つ以上の空母打撃群を台湾近海に派遣すると思われ、中国の空母が2隻であっても、搭載機数では米軍の方が優勢である。しかしながら、中国には空母キラーと呼ばれる固地ミサイルがあって、米空母は迂闊に台湾に近づけない上に、もし中国空母などへの攻撃を行えば、中国との全面戦争になりかねないことを考えて手出しができないでいるだろう。中国は台湾侵攻をあくまで内政問題として世界に主張すると思われ、実際に国連をはじめ中国に忖度して台湾を国家として認めず、チャイニーズ台北としている以上、世界は何もすることができず、ただごとの成り行きを見守っているしかないのだ。そして中国は混乱に乗じて返す刀で空母を尖閣諸島に向かわせ上陸を果たすが、米軍は台湾沖から動けず、海上自衛隊もその時点では中国の2隻の空母に対抗する術を持たず、中国の実効支配宣言によって尖閣諸島は中国領土として認められてしまう。もし米軍司令官の予想通り6年以内に中国が動くとしたら、このような展開になると思われる。